悪魔と妖精の戯れが俺にて襲撃。どれどれ、少し遊んでやろうか。三代目フェアリーテイル、チェ振るがよい。マカロフの子らよ。フェアリーテイルの力を喰らいやがれ。ガリーのでっかい。俺がマカロフの。行くぞ。アイスメイクコールドエクスタイマー。私に任せろ。フォトンスライド。ガリーの結果。もうよい。こいつがジジイの敵か、夏。落差ぜ。おやつ、マカロフ。俺は初代の墓参りに来たつもりだったんだ。こいつは驚いた。せっかくだ、墓を作って拝んでやる。上からよ。レイジングボルト。雷を食べた。ラクサス、自分の魔力を夏に。ギルドの受けた痛みはギルドが返せ。100倍でな。雷炎に100倍返しだ。
たちのギルドを傷つけやがって。お前は消えろ。俺に任せろ。頼んだ。メッツリウオーティクライスレンバクライデン。これで終わったらもう完全に魔力がねえや。私がここまでやられたのは何十年ぶりかの。このまま片付けてやるのはたやすいことだが、楽しませてもらった礼をせねばな。そんな。あの攻撃が効かなかっただと。悪魔の目、開眼。神勢魔道の神殿、ここからはウヌラの底終わりだ。フェアリーテイル。魔道の神殿、なんという魔力だ。魔の道を進むと深き闇の底へと沈む。あと少しで未知なる魔法にたどり着く。だがその深さを埋めるものこそ大魔法世界、ゼレフのいる世界。今宵ゼレフの覚醒とともに世界は変わる。そして私、未知なる魔法。ウヌラは行けぬ。大魔法世界にはウヌラ。怖い。怖い。怖くて、もうダメ。なんだ。こんな近くに仲間がいる。俺たちは自分強くなれ。立ち向かうんだ。一人じゃ怖くてどうしようもないかもしれねえけど、俺たちはこんなに近くにいる。今は恐れることはねえ。仲間がいれば恐怖はない。私たちは最後まで諦めんぞ。それがフェアリーテイル。行くぞ。ヤマホーネメシス。アマテラス駆け引き。まだまだ。カット、行くぞ。レンタグラムソード。カリューの
ここからだ。アイスメイク、アイスブリンガー。これからよ。開け。魔殺級の扉、カプリコーン。これ式で。私がマカロフに負けるというのか。勝つのは俺たちだ。いいな。窓を進む者の頂にたどり着く島に行け、フェアリーテイラー。メツリオルグスカイグレンバクライジン。これが俺たちのギルドだ。終わったな。ああ、私たち勝ったんですね。みんなよくやってくれた。じいちゃん、それにみんな。なぜ闇に落ちた。言ったはずだ。魔法とは本来闇。闇の中で生まれた奇跡を、ギルドを引退したあと少し。そんなものを見つけても何も変わらんよ。魔法が本来闇だというな。魔法は生きておる。それは時代とともに役割を。フェアリーテイルは自由とともに全部あなたから学んだ。じいちゃん、
な。よし。そうだな。君たちのような存在が僕を作り出す。つまり、もう誰にも止めない。ゼレフ、あのゼ…アクノロギアは時代の終わりを告げる。君たちの邪魔…この感じ…なんだ？うるせえ！この声。抗えないものがある。この時代は終わる。さよなら、夏。ブレスだ。まさか島ごと消す気じゃ。防御魔法を使える者は全力展開。俺たちはこんなところで終わらねえ。みんなの力を一つにするんだ。ギルドの絆を見せてやろうじゃねえか。
まで帰ろう。あの時はもうダメかと思った。でも不思議と恐怖はなかったのを覚えてる。ギルドの仲間が一緒だったから、みんながいればどんなことも乗り越えられるって思えたの。結果から言うと私たちはアクノロギアの攻撃を受けたのに無事だった。フェアリーテール初代マスターメイビス・バーミリオンが私たちの絆や信じ合う心を使って防御魔法を発動させた。フェアリースフィア、妖精三大魔法の一つで、あらゆる悪からギルドを守ってくれる魔法なんだって。でも封印凍結を解除するのに7年かかってしまい、マグノリアに戻った私は早すぎる時の流れに戸惑った。少し見ねえうちに小さくなったな。この7年でいろいろあったみたいね。私たちにとって、ああ、ギルドは借金のため差し押さえられ、今はここを仮の本部としているらしい。私たちが留守にしていたせいでフィオーレ最強だったのが今では最弱ギルドなの。かっはっはっは、そいつはいい、面白い。だってそうだろ、上に登る楽しみがあと何回味わえるんだよ。燃えてきた。そうですよね、うん、楽しみです。しかしこいつは思ったより深刻な問題だぞ。どういうこと？この7年で他のギルドが力をつけたということだ。奴らは7年多く経験を積んでんだ。俺たちの力は。そんな。つまりギルドも俺らも鍛え直しってことだな。燃えてきた。奴ら夏たち探しに行っちまったが、ロメオ、ついてかなくてよかったのか？もし天狼島が見つかっても生きてるかわからねえんだろ。そんなことねえって、信じなきゃよ、そこは。7年も連絡ねえんだぞ。ただいま。おお、おかえり。お前ら。大きくなったな、ロメオ。おかえり、夏に、みんな。
美味しい。奴らの嫌がらせっかくナツたちが。ギルドがそんな状況だったなんて。